明治に御湯宿や赤坂宿が東海道本線のルートから外れたのと同じ理由で、藤川宿もルートから外れています。地図を見ると東海道本線は吉田宿から岡崎宿まで、旧東海道から離れ蒲郡までは海沿いを走り、それから北上して岡崎に至ることがわかります。版画の題名に棒花とありますが、棒花とは宿場の境界を示す杭のことです。藤川の入り口で幕府から京都の御所へ馬を献上する一行を描いたものと言われています。